緑の星とクズ、星1。陰キャで嫉妬深い自分の漫画が一番だと思っている。現実の評価と自己評価を適切に判断できない自分よりも他人に嫉妬するクズのメスの漫画家志望が主人公の漫画。そのこじらせた主人公は何をしても賞にも SNS にも引っかからずにくすぶっている時に親友はどんどん連載取ったりし始めていき、嫉妬に駆られて親友の原稿をぶっ壊したりして足を引っ張るという大変感慨深い、とてもいいクズ性格をしているディモールとベネナ作品。枠が限定されている中で戦っている人族は必ず嫉妬に駆られるのぜ。でポイントはその嫉妬とどうやって折り合いをつけるのか？なのぜ。大抵のクズは根性がないから他人の足を引っ張る胸クソしかしないんだけど、この嫉妬や憤怒を作品でぶっ殺すって燃料に変えられるとめちゃんこ伸びるよ。しかもこのクズの主人公はすでにクズキャラという特性を有しているのぜ。そのこじらせたクズキャラや嫉妬を作品に流し込めばディモールとベネなこじらせた作品を生み出すことができるのぜ。この漫画はクソクズな主人公のメスが嫉妬で呼吸できないくらい才能のある偶星とか偶星のダイヤの原石の後輩とかを配置して呼吸困難まで追い込むって感じのシナリオがクソ面白い。そんな感じのディモールとベネな作品、